親王宣言、または内親王宣言とは、皇族の子女に神脳及びない親王の地位を与える、ことである。ここでは、主に日本の皇室について記載する。明治時代以前には、たとえ天皇の子女であっても、親王宣言を受けない限り、神脳及びない親王を名乗ることはできなかった。逆に、世襲親王家の当主など、天皇の孫以下の世代に相当する皇族であっても、 新王宣言を受けて神皇及びない新王となることもあった。新王宣言が始まったのは、純任天皇以後である。例えば、持ち人を、五歳天皇の王女天偶、後生の美国御所は、宣言がなかったので、将である。これに対して、孫王であっても宣言を賜れば新王であり、その最初は、小一条院の小厚帝、厚本の二王及び後吉子の二王女である。 二王は三条天皇の御子に準じて親王であり、二王女は天皇の幼女として内親王の宣言があった。この制度によって親王宣言を受けたもので、最後の生存者は1945年5月に皇居した会員の宮こと人親王である。最後に親王宣言を受けた人物は1886年5月に宣言を受けた東伏見宮頼人親王。 神王宣言を受けた最も若い人物は1875年1月生の課長のみ広厚神王である。現代では皇室天半により着室の巫子及び着男系着室の皇孫が神脳及び内神王であると定められており、皇族は生まれながらにして地位が決まっているため、神王宣言という形で王などの皇族に神王を与える制度はなくなっている。ただし、 王が天皇に即位した場合、その天皇の兄弟姉妹たる王及び女王に親王、及び内親王の地位を与えるものとすることが皇室天範第7条に定められている。ありがとうございます。